ちっちゃい頃から結構ドラマとかで弁護士、あの法廷のイメージがかっこいいなっていうのはちっちゃい頃からあったんですけど、具体的なイメージを持ったのは高校のその部活を引退してからで、大学で将来につながるなんかことを一個一生懸命やりたいなって思った時に、ちっちゃい頃からちょっと憧れがあった放送を真剣に考えるようになって、それで放送を目指し始めたっていうのがきっかけです。伊藤塾は高3の春休み、その大学入学前の春休みに入塾しました。入塾した理由は、伊藤塾が一番実績があって、その放送の勉強って大変だなっていうのは漠然と思ってたので、あの一番実績があって、その指導方法とか確立してるところに行きたいなと思って伊藤塾を選びました。そうですね、周りには、高校3年生の時にはいなかったんですけど、ちょうど入学ぐらいのタイミングでちょうど何人か知り合いで見つけることができて、それでその人たちとは今もあの連絡を取ってるっていう感じです。ロースクールだと、その最初からロースクールっていうのはあんまり考えてなかったんですけど、その予備試験の方がやっぱり早く合格できて、その早く放送になれるって思ったのが一番です。2つあるかなって思うんですけど、1つはそのずっと同じようなことを淡々と毎日続けられるっていう継続する力と、あともう1個はその伊藤塾に通ってるんだったら伊藤塾の先生に言われたことを素直にやるっていう力だと思います。なるべく本当に毎日同じ生活をするように心がけて、本当になんかその飽きたなとかって思わないように、もうなんか本当に毎日あの勉強以外の時間も同じルーティンで過ごすようにして、その機械的にもう勝手に勉強してるようなっていう状況を作るようにはしてました。その高校の時野球部に入ってたんですけど、野球部でもまあ勉強と野球は違うんですけど、同じような生活ではあったので、その同じサイクルで回すって点では同じ生活をしてたので、あんまりそこには時間かかりませんでした。僕の場合は基礎マスターテキストをすごい何回も繰り返して読むようにして、あの基本的な知識をとにかく本当に使うあのすぐ使えるように自分の中にしっかり確立しておこうっていうのを意識して勉強してました。本当にほぼ全てが役に立ったと思います。やっぱりその司法試験、今年特に3ヶ月ぐらいしか準備期間がなくて、本当に予備試験の延長に司法試験があるって思ってずっと勉強してたので、その特に勉強方法を変えたっていうのもないですし、予備試験の勉強はそのまま司法試験に生きたっていう感じだと思います。すごい生きたと思います。正直大学の授業はやっぱり伊藤塾で習ったことを理解してれば全然ついていくっていう点ではもう全然余裕だと思いますし、試験前もそんなにその試験に向けた勉強っていうのをしなくても、普通に伊藤塾でやってた勉強をペース崩さずにただ試験に臨めばそれで点数は取れると思うので、すごい大学の授業っていう点では楽だったなって思います。そうですね、やっぱり短い時期だったっていうのがあったので、そのもうあと3ヶ月っていうのでゴールが見えてたので、あと3ヶ月頑張ろうっていうふうに思いましたし、逆にあのそれで時間が短くなるなるほど、あともうちょいっていうふうに維持できたかなっていうふうに思います。一応その1回目の予備試験で合格したっていう形なんですけど、そのカリキュラム上ではそのまだそのロムバスターとかが終わってない段階でその予備試験だったり、その予備試験の口実とかを突破しちゃったので、ある意味それでそのまだ周りの人に比べてちょっと勉強量が足りないんじゃないかっていう不安があったんですけど、同じような不安を抱えている友達が周りにいたので、その友達とは司法試験はどんな順位でもいいから頑張って受かろうねみたいな風に話をして支え合うことができたので、それが良かったと思います。そうですね、司法試験ゼミっていうのにあの参加させてもらったんですけど、そこがやっぱり1週間に1回必ずあって、1週間に1回その各科目の過去問を解くし、すごい本当にすごいレベルの高い人たちと一緒に勉強することで頑張んなきゃなっていうのが1週間に1回しっかり必ずあったんで、それがすごい大きかったと思います。すごい良かったと思います。本当におんぶに抱っこで伊藤塾に助けてもらったので、はい、本当にあの伊藤塾の先生に言われたことをやってたので、それやっぱ信じられたのはやっぱ伊藤塾が実績があったからですし、それで信じてて本当にそれに従ってやったことで結果が出たと思うので、やっぱそれが伊藤塾を選んでよかったなって思う一番のことですね、はい、まだ結構抽象的ではあるんですけど、そのまずはそのいろんな柔軟性を持って、そのいろんなあの不測の事態とかにも臨機応変に対応できる力を持ちつつ、ちゃんとここだけは譲らないよっていうあの一つ信念を持ってちゃんと仕事に向き合えるような放送になりたいなと思ってます。そうですね、英語の勉強は
しっかりしたいなっていうふうには思ってて、一回アメリカに行ったことはあるんですけど、そのまだ全然英語ができるとかっていうレベルではないので、今後絶対必要だと思うので、その勉強したいなっていうふうに思います。予備試験、司法試験はやっぱりその大変なことも多くある試験だと思うんですけど、その大変なことがあってもそれだけ頑張る価値がある試験で、将来に必ずつながる試験だと思うので、とりあえずまず迷ってるんだったら、やっぱり一回行動して、その伊藤塾の方からお話を聞いたりして、ぜひ司法試験予備試験を頑張ろうっていうふうに思ってくれたら嬉しいなと思います。